こんにちは、ちかです。今回はザラでこちらのショートベストを購入したので、ワードローブを交えながらコーディネートを紹介していこうと思います。まずは商品名がパッド入りショートベストで、お値段が6590円。色はこちらのネイビーブルー一色です。ちなみに私は身長が157センチで S サイズを選びました。でデザインはフロントがスナップボタンの仕様になっていて、閉じると前からボタンが見えないので、よりミニマルな印象で着用することもできます。素材はポリエステルをメインにレーヨンとポリウレタンの混合で、裏地はポリエステル 100% になっています。そして商品名の通り肩パッドが入っているので、着用した時にボックスシルエットがしっかりと際立ってシャープな印象で着用することができます。で袖ぐりは深めの設計になっているので、オーバーサイズのアイテムとか、あとはまあニットとのレイヤードもしやすく、冬まで活躍してくれそうです。このデザインでネイビーという色もポイントかなと思っていて、シャープなデザインに対して少しソフトなこう雰囲気をプラスしてくれるので、まあ、カジュアルから少しきれいめなスタイルまで幅広い着こなしにマッチすると思います。で着用するとこんな感じで、結構コンパクトな丈感なんですけど、身頃とかはこう比較的ゆとりがあるバランスなので、まあ、ラフに着やすいっていうのもあるのと、あとはまあこのゆるっとした雰囲気が、まあ、トレンド感もまとえるので、まあ、着やすくてトレンド感もまとえてっていうところでかなり優秀な一着かなと思っています。なんかぬるっと始まりましたが、今回の着回しはボトムスを3パターンに分けていて、まずスラックス、オーバーパンツ、それからデニムでそれぞれ合わせてみようと思います。まずはスラックスのコーディネートでシャツにショートベストを合わせてみました。少しカッチリしたバランスにしたかったので、ベストは前を閉じて着用しています。足元はつま先がシャープなポインテッドトゥーのブーツを合わせています。スラックスとブーツをマットな質感の黒で統一することで、さりげなくベストのネイビーカラーが映えるバランスになっているかなと思います。まあ、全体がこうマットな印象なので、バッグだけポイントでちょっとツヤありのものを合わせるのも可愛いかなと思います。続いてツヤありスラックスにチェンジしてみました。いつものモノトーンコーデにプラスするだけでニュアンスのある新鮮な着こなしになります。合わせるアイテムが落ち感のあるアイラインのバランスになっているので、ベストは前を開けてラフに着ています。少しこう綺麗め寄りにしたいときはアクセサリーをゴールドを多めにするのがおすすめです。こんな感じで近くで見ると、まあ、黒、白としっかりこうコントラストの効いた中にちょっと柔らかさのあるネイビーをこう合わせることで、シャープにこうなりすぎない印象で着用することができます。ベストが結構しっかり厚みのある生地なので、なんかちょっと羽織りたいぐらいのこう気温の時にもちょうどいいコーディネートなのかなと思います。カジュアルでありながら、シャープ感強めに合わせたいときは、バッグも黒のレザーにするとカッチリ感が出るかなと思います。色が結構はっきりしている分、バッグにこういうストラップとかつけておくと、ちょっとこうゆるっとした雰囲気が出て、可愛いんじゃないかなと個人的には思っております。あとはまあちょっと色を足すならベージュとかですかね。こんな感じで丸みのあるベージュのバッグとかを合わせると、まあ、同じコーディネートでも少し柔らかさが出るかなと思います。柔らかさは出しつつ、素材はまあレザーにしておくとちょっとこう大人っぽいというかカジュアルすぎなくていいのかなと思います。
なんか冬になるとちょっとカッチリしたくなるんですよね。夏はずっとタンクトップ着てるんですけど、なんかこんな雰囲気もいいかななんて妄想してます。スラックス最後のコーディネートはオールブラックのアイテムにベストを合わせてみました。黒の分量を増やしたので、その分足元はサンダルで抜いています。アイテムごとに質感を変えつつ、色は黒で統一することでベストがネイビーでも、まあ違和感なく馴染んでいるかなと思います。近くで見るとこんな感じで、アクセサリーは変わらずゴールドで統一しています。まあ、先ほどと同じくアイラインのバランスなので、ベストは前を開けてきています。東京だとなんかまだ暑かったり寒かったりっていう気温なので、まあ現実的にも足元だけサンダルでちょっとこう軽くしてあげたりするのも可愛いんじゃないかと思います。はい、続いてオーバーパンツ合わせのコーディネートです。上下シャカシャカさせつつウィンドブレーカーの上に羽織ってみました。シンプルかつコンパクトなデザインのベストなので、合わせるアイテムにスッと馴染んでくれます。コーディネートのこうナイロンの分量が多すぎて、ベストなしだと結構ランニング仕様感があるんですけど、まあ、こういうしなやかな素材のベストを合わせることでちょっとシティ感が出されて、デイリーに着やすいバランスになったんじゃないかなと思います。まあ、合わせてるアイテム結構オーバーサイズなので、まあ、ベストも前を開けてラフに着てみました。はい、2つ目のオーバーパンツのコーディネートです。先ほどよりもミリタリーの要素が強めになったパンツを合わせています。トップスは一番最初に着ていたシャツとベストのコンビに戻りました。一番最初のコーディネートではベストの前を閉じてカッチリした印象で着ていたんですが、今回はパンツのミリタリーなムードに合わせてラフに着たかったので前を開けて着用しています。全体がかなりこうオーバーサイズなアイテムの合わせになっているので、あえてこう短い丈のベストを合わせることで目線がこう上に引き上げられるというか、まあ、ゆったりしたシルエットではあるんですけど、バランスが取りやすくなったんではないかと思います。白シャツを合わせることでしっかりとコントラストが効いてベストのディテールが入るコーディネートになっています。メンズライクな着こなしなので、まあ、小ぶりなレザーバッグとか、まあ、大ぶりのアクセサリーとかでバランスを取るのが個人的には気分です。アウターを羽織った時にもちらっとこう覗く色味だったりとか、あとはまあコンパクトなこう丈感が着こなしのまあアクセントになるので、まあ、重ねれば重ねるほどこうイージーにレイヤードコーデがこう楽しめるちょっとポイントアイテムになるっていうところもすごくいいなと思っています。オーバーパンツ3つ目のコーディネートはオールブラックのアイテムにベストを合わせました。スラックスの時と同じトップスとベストのコンビネーションですが、スポーティーなムードのパンツに合わせることでまた違った印象になります。首元はオルのキラッとしたネックレスを合わせて抜け感を出してみました。色味を全体的に抑えることでベストのスナップボタンとかスニーカーのシルバー色味がさりげなくアクセントになっているかなと思います。まあ、なんかパンツはゆったりしてるんですけど、トップスの袖が細かったりとか、まあ、パンツの裾がこうキュッと絞れていることでスニーカーとのこうラインにメリハリが出ることでスポーティーと、あとはまあモードっぽい雰囲気のミックスされたコーディネートになっています。そこにアウターを羽織るときにちょっと柔らかい雰囲気を出したいときはこういったグレートーンのジャケットを羽織ったりするのもいいかもしれません。
全体の雰囲気はこうモードっぽいニュアンスなんですけど、少しだけ合わせてるアイテムよりも明るい色のものを合わせることで柔らかい雰囲気を演出できます。まあ、もう逆にグッとシャープに合わせたいときはこういうレザーのジャケットを合わせるのも良さそうです。しっかりとこうブラックに挟まれてベストのこうネイビーの色が引き立つ印象です。まあ、本当にブラックだけ純粋に合わせるよりもやっぱりベストが挟まってることでなんかそこまできつくならないのかなと思います。個人的にはこのブラックの中にネイビーをさりげなくミックスするバランス感がすごく気分です。バッグもブラックで合わせてとことんシャープにしてもいいし、ちょっとこう柔らかさだったりとか抜け感を出したいときはベージュとかこう色を入れてあげたりとかするのもいいかなと思います。まあ、近くで見ないとちょっと分かりづらいコントラストではあるんですけど、おすすめです。最後にデニムのコーディネートを2つ紹介して終わろうと思います。デニム1つ目のコーディネートはホワイトデニムに先ほども登場したナイロンのブルゾンを合わせてその上に、ベストをレイヤードしました。かなりカジュアルなバランスになっているのでネックレスは引き続き先ほどのオルの石のネックレスを合わせて抜け感を出しています。冬だとやっぱり気に入っているアイテムとか目立たせたいアイテムでも上にこうアウターを羽織っていく関係でこう見えなくなってしまうことも多いと思うんですけど、そんな時に結構襟ぐりじゃないや袖ぐりのこう深めのこういうワンポイントアイテムがあるとアウターの上にレイヤードできるのでベスト主役にしたい時はアウターオンベストの合わせも可愛いかなと思います。結構グレーと白の分量が多いので小物を黒で引き締めてあげたりするのも可愛いかと思います。最後はブルーデニムのコーディネートです。デニムが割とこうストレートなシルエットなのでオーバーサイズのシャツとベストは前を開けてラフに着ることでバランスをとっています。私はブルーとホワイトのデニムしか持っていないのでどちらも合わせてみたんですが、今年はブラックのデニムとかあとはまあカーブしてるこうボリュームがわりかしあるようなシルエットのデニムもよく出ているかなと思うので、なんかそういったもので足元にバランス、ボリュームを持ってきてコンパクトなベスト合わせっていうのも可愛いかなと思います。まあ、そんな感じで私は多分結局スラックスとかオーバーパンツと合わせることが多くなるとは思うんですけど、ベストのコーディネートいろいろ紹介してみました。最後までご視聴いただきありがとうございます。ではまた。